軽井沢聖パウロカトリック協会は、長野県北作郡軽井沢町にあるカトリックの教会並びにその聖堂である。1935年に英国人のワード神父により設立され、米国建築学会賞を受賞したアントニン・レーモンドが設計を担当。軽井沢の歴史的建造物の一つであり、聖パウロカトリック協会とも呼ばれる。管轄するカトリック。 横浜市教区における古障はカトリック軽井沢教会である。内装傾斜の強い三角屋根、大きな先頭、打ち放しのコンクリートが特徴。内部は木が剥き出しの X 型のトラス構造になっている。2003年にはドーコモーも、ジャパン選定日本におけるモダンムーブメントの建築に選定された。堀達夫の小説木の十字架にも登場し、 聖パウロ教会で結婚すると、多くの人たちから祝福されるとの言葉を残している。また、風立ちぬ、手のひらの小説にも登場し、多くの文豪たちも引き付けられたことを物語っている。ここで、結婚式を挙げるカップルも多く、西郷照彦と、ヘンミマリ、林隆三と、青木和子、林正和と、森山加代子、吉田拓郎らもここで挙式した。 レイモンドに誘われて初めて軽井沢を訪問したウォード神父は軽井沢ホテルのラウンジでミサをあげた。軽井沢に滞在していた外交官やビジネスマン、テニス選手等が参加した。初めての手術は8名だったが、次の手術は30名、その次は40名、そして最後は68名の参加があったことに驚き、夏の間のみ開かれる小聖堂を建てることを決意した。 軽井沢ホテルに滞在し、日光東照宮を建てた宮大工を呼んで約6ヶ月をかけて聖堂を完成させた。費用のほとんどをウォード神父が負担した。軽井沢ホテルはウォード神父のホテル代を請求しなかった。ありがとうございます。